はい。皆さん、まあ、都心ってわけでもないかな、場所によりけりなんだけど、インフラが割とあるところだと電動キックボード最近よく見かけるようになりましたね。うん、結構まあ新宿からこう駅に帰るところでも、まあ法律がこうできた時というよりは今はだいぶ増えてきた印象を受けますね。はい。でもできた当時もそこら中にキックボード置き場はあったんだけどさ、ただその乗ってる人の率、止めてある率は前からかあまり変わってないんだけど、乗ってる人の率はやっぱ相当増えたなって印象がありますね。あとやっぱこうナンバーついてないキックボードの数が一気に増えたなって思いますね。でまあもうね、運転が危ない危ないって話はまあそれでもとしてね。でなんでこんな話してるかと言いますと、普通に一般市民でもこの話題ってそれなりに問題化してきていて、はい、まあよくママさんとかはさ、ね、子供がいるのにあんなの危ないよって思ってらっしゃる方がいっぱいいると思うんですよ。で当然そういう話に敏感であるべき政治家、ね、特に地元に密着してる市区町村議会議員ってのはそんなのは当然知ってるべきだし、ね、まだ施行された当時だったらともかくとしてね、話題になって事故が発生しまくってどうするんだって逆方向に触れ出しているこのご時世において、うん、知らないなんてのは普通はありえない。でこういう語り口をしているってことは知らなかったやつがいたっていう話なんですけどね。はい。場所はね、福岡県でした。福岡県は福岡市ですの、市議会議員の女性24歳、若いね、うん、大学卒業速攻議員になった感じだね。はい。なんでそんなのが早速市議会議員やってんだろう。で、いや、そっか、一般企業行けなかったのか。ふーん、まあいいや、置いといて。はい。あ、笑ってもしょうがないんだけどね。で、いや、まさに、この方の、容疑否認が、キックボードが車両と知りませんでしたなんですよ。はい。舐めてますか？いや、最近はさ、自転車だって車両ですよ。っていうようになってきたご時世じゃないですか。はい。まあ田舎はともかくとして、やがつか地方都市はともかくとして、主要都市であれば、まあなんだ、こう郊外は違いますよ。郊外は違いますが、市の中心部になればなるほど、路側帯のところに青いラインが引いてあって、チャリンコ乗ってる人のマークが出てるところ結構ありますでしょ。まあさすがに車通りが多すぎるところはないんですけど。それなりのね、ところだったら、うちの周りも大体ありますよ。はい。で、まあ私の地元もあるし、前いた名古屋もあったし、まあ名古屋なんて逆に、こう、自転車専用道路があったからね。路線があったから。はい。そういうところだったんですけど、はい。で、福岡市議の、あ、ちなみにお名前出てますので申し上げましょうか。はい。春日市子供支援部、あ、福岡市のなんだけど、春日市の市議会議員ね。福岡市議会議員ではありません。春日市の子ども支援部保育士の市議会議員ね、立花由衣容疑者だそうです。はい。実名報道出ちゃったわー、次の選挙で絶望的わーですね。はい。どこの層からまでは見てないんですけど、はい。ね、車両たださ、何、全部の法律を知っとけとは言わんわ。でもさっき言いましたね、住民の生活に一番直結するような法律じゃないですか、道交法なんて。はい。ね、交通違反がどうこうって、あそこで飲酒運転がすごい多いんだけど市議会議員の先生なんとかしてよとかって当然話題に上がるよね。うん。ここ道狭すぎてさ、自転車危ないんだよ、少し広げてくれよ、頼むよ先生って当然そこに行くやんな。ね。いや、24歳のペーペーの女子に行くとは思えないかもしれないけど、でも、そういう窓口たるべきじゃないですか。市議会議員なんだから。で、それを相談された時に答えられるだけのリソースというか知識を持ってるべきでしょ。でさ、こんなニッチなところはまあいいにしてもさ、最近話題になってるところを知らないってのはどういうことなのかねって思いますね。で、さらに問題なのはさ、これ飲酒運転なんだよ、さらに。飲酒運転ったら最近チャリンコの飲酒運転もアウトなんだぞ。ね。ね。法治国家の国
あ、議員先生たるものが法律を守らないでどうすんの。はい、逮捕されちゃいました。議員特権があるとか知らないけど、でもね、でもさ、ね、まあ、ただ逆にさ、あの、市議会議員の先生がさ、キックボードで街中飲酒運転してるのもどうなのと思うけどさ。まあ、秘書に送ってくれとは言わんけど、せめてタクシーで帰れよと思うけどね。はい。さすがにね、キックボードにね、市議会議員が乗ってるのはどうかと思うけど、いや、それもそうなんだけど、でもやっぱ知らなかったのが一番罪深いと思いますね。はい。だから、もうね、それでさらに罪を否認してるのも愛しがたい。ね。いや、自分がさ、立法府じゃないよ。三権の立法じゃないけど、でも条例作る立場なんだろ？だったらさ、もう、ね、あ、申し訳ございません。自分の勉強不足でございましたっつって、速やかに罪を認めるのが、ね、市議会議員たるもののさ、務めとちゃうんか。はい。できないなら議員バッジを投げ捨てやがれと思う私でございました。さ、はい。皆さんもキックボードにはどうぞお気をつけください。ありがとうございました。